Thank you very much for joining ISAP. 皆様、ISAP 2020テーマトラック10にようこそおいでいただきました。貝沼美希子と申します。IGESでシニアリサーチアドバイザーをしております。私がこちらの司会進行役を務めさせていただきます。ここでは、グリーンな回復、そしてアジアにおけるネットゼロに向けての課題、それからチャンスを取り上げたいと思います。プレゼンに入ります前に皆様にお願いがあります。ISAP2020 はスライドを使って皆様とのやり取りをさせていただいております。ご質問あるいはコメントがあります場合は、スライドを使ってお寄せください。URL もしくは画面の QR コードを使いの上、パソコンやタブレット、あるいはスマホでアクセスをしていただければと思います。今では一番大きなグローバルな脅威といえば、新型コロナウイルスのパンデミック、そして気候危機であります。こうした困難を乗り越えるためにも、私たちはグリーンな回復を果たし、そしてネットゼロ排出を目指していかなければなりません。新型コロナウイルスの広がりを受けて、その後、大きく温室効果ガスの排出が減りました。しかし、もしネットゼロを2050年までに達成するのであれば、排出は同じようなスピードで毎年減らしていかなければなりません。また、同時に経済の復興も果たしていかなければなりません。脱炭素社会へ移行していかなければなりません。このような新型コロナようなイベントによる排出削減に頼っていたのではダメなのです。10月26日に菅義偉総理大臣は2050年までにネットゼロを目指すと宣言しました。ヨーロッパでもすでにそういう方向に動いている国があります。中国、そして韓国もそれぞれ2060年まで、そして2050年までにネットゼロを目指すとしています。政府からはこうしたシグナルが発せられています。となると、これをどうやって実現するかが次の問題となります。アジアでネットゼロを達成するのは特に大切です。というのも、世界の温室効果ガスの排出の半分はアジアから出ているからです。本日は4人のスピーカーをお迎えしています。日本の田村健太郎先生、ジャン・ケジュン先生が中国から、そしてナバル・ドゥワシュ先生がインドから、そしてリザルディ・ボア先生がインドネシアから参加されています。それぞれに15分のプレゼンテーションをまずいただきます。その後で議論をさせていただきたいと思います。プレゼンをしていただいているときには、タイムキーピングのためにベルを鳴らします。ベルが1回鳴ったら残り時間3分だと思ってください。2回鳴りましたら15分過ぎたということです。ぜひともこの15分の時間を守ってプレゼンをお願いしたいと思います。それでは最初の発表者をご紹介します。田村先生です。田村健太郎氏はIGESの気候変動とエネルギー領域ディレクター上級研究員をしていらっしゃいます。気候変動、特に気候変動変動枠組みの制度設計、そしてまた政治経済状況比較研究といったことに関して、国内主要国の気候エネルギー政策決定プロセスや気候エネルギー政策分野で多くの論文を書いていらっしゃいます。演題はアジアをかけるグリーンリカブリーによるネットゼロ排出に向けてということで、はい、お願いしております。貝沼先生ありがとうございました。おはようございます。こんにちは。そして、こんばんは。どちらにいらっしゃるか次第でご挨拶も変わります。田村健太郎と申します。本日は、ネットゼロ排出に向けてアジアを変革するということでお話をさせていただきます。
まずこのプレゼンテーションの背景として申し上げておきますが、 IPCC の特別報告書が出されました。 1.5 度上昇までにということに関する報告書が出されましたが、その後でネットゼロに対するコミットメントが増えてきました。また新型コロナ禍にあり、多くの公人が指摘しています。新型コロナの回復パッケージもまた変容的な変化を促すようなものに作るべきだという指摘がなされています。現在私たちはネットゼロに向けてアジアを変えるという報告書を今まとめているところです。それに関して分かっていることについて少し共有させていただきます。この報告書の狙いなんですが、まず現状がどうなっているか、気候エネルギー政策がアジアでどうなっているかを調べ、長期的なこの気温上昇の抑制目標、パリ協定にどれだけかなっているかを見ています。そしてまたもう一つの狙いとしては、新型コロナのリカバリーパッケージ、アジア各国において長期的、変容的な投資がインフラの脱炭素化に向けて設計するにはどうしたらいいかということを検討しています。そして第3点としては、アジアの地域戦略としてネットゼロ排出を探求する中で、さまざまな開発ニーズ、地政学的社会変容を促すにはということで調べていました。まず GHG 排出、経済、それから今後の排出経路ということで見て、でその後でどんなアジア諸国における政策枠組みが作られているかを見た後に、他にどんな投資がなされているのか、ネットゼロに向けての取り組みを紹介させていただきます。その後でネットゼロ排出に向けての地域戦略を述べ結論に行きたいと思います。いくつかの要点のメッセージを最後に述べさせていただきます。まず こちらのスライドに出ているのは、温室効果ガスの排出が各国各経済において現状どうなっているかというのをまとめたものです。左方にございますのは、縦軸が土地利用による排出、そして水泳が CO2 排出、例えば燃料燃焼によるものです。各国のエネルギー移行が重要となってきます。ただ土地利用セクターがつまり排出源となっています。吸収源を持続可能な土地利用への移行によって実現していくことが大切です。特にインドネシアにおいてはそれが重要になってきます。こちらのアジア諸国の状況にあります。一人当たりの排出が国民一人当たりにまとめてあります。失礼しました。こちらの軸ですね、横軸です。で、右の図表の縦軸、こちらがエネルギー関連の CO2 の排出です。ご覧のようにこの GHG の排出と CO2 の排出をディカップリングしていくことが、そしてそのペースをシンガポール、ブルネイよりも早くしていくことがリップフローキングには必要となってきますので、アジア諸国にとっては非常に難しい課題であるということがわかります。こちらの図表はエネルギーの強度が90年以降2016年までどう変わってきたかを横軸にとって描いたものです。加えて排出減退がどう時期にどのような状況だったかを縦軸にとっています。ご覧のようにかなりの改善が見られました。エネルギー強度においてはかなり向上しています。また富裕国、例えばシンガポールやブルネイといった国においてはエネルギーシステムの脱炭素化も進んできましたけれども、ネットゼロを実現するためにはさらにエネルギー強度をさらに改善し、エネルギーセクターの脱炭素化が必要となってきます。
こちらにある図表は 1.5 度の目標の排出経路を中国、インド、アセア諸国ごとにまとめたものです。こちらの青く薄く塗っているのがモデルリングのこの第5次統合モデルで幅として示したものです。ネットゼロを21世紀後半に達成しなければ 1.5 度目標は達成できません。CO2 排出のネットゼロを2025年ぐらいまでに中、イン、ASEAN諸国で達成しなければいけないということになります。ということは、あと35年しかないわけ。ないわけです。この時間軸というのは各国さまざまなこの開発問題を抱える国にとっては非常に難しくなります。いろいろなこの開発問題に同時に対処しなければいけません。ということは気候緩和政策と開発目標をうまくインターリンケージさせていかなければいけないということになります。でこちらにありますのは政策のレビューです。長期戦略、NDC、それから開発政策、また新型コロナのリカバリーパッケージがアジア諸国でどうなっているかを見たもので、現在進行形で進んでいるものですが、中間暫定的な結果としては、政策ギャップが存在しているようです。中長期的な行動が長期的なビジョンとうまく連携していないところがあります。またこの地域のネットゼロ戦略というのは気候それから開発政策にうまく組み込まれていかなければいけません。ただまだそれができていない状態にあります。失礼。はい、こちらのスライドに出ていますのは、こちらですね。このエネルギー関係の回復パッケージです。中、イン、アセアンに着目しております。エネルギーの関連の投資がネットゼロに向けてどれだけなされているかを捉えてみました。ちょっと見えにくいんですが、こちらの左のコラム、こちらが新型コロナのリカバリーパッケージです。これは公共資金だけを勘定したものです。こちらの棒はエネルギー関連の投資の量です。2015年の状況です。ここには官民双方の資金が入っています。それから2020年以降の棒グラフは、エネルギー関連の投資がどうなるか予測したものです。ネットゼロに必要な投資を予測して表したのが2020年以降です。ご覧のように、この新型コロナの回復パッケージは、他の必要な資金量に比べるとかなり少ないということがわかります。なので、こちらにおいては、すぐに雇用や収入につながるもの、それからまた民間資本を長期的なこの生産アセットとして引き動員できるようなものにしていかなければいけないということがわかります。で、地域協力が必要となってくります。アジアにおいてネットゼロ排出を実現するには協力が不可欠ですが、地政学的な動きが変化が出ていますので、それがアジアの取り組みに大きな影響が出てくる可能性があります。ですので2つの状況について調べてみました。1点目がインフラ開発のイニシアチブが競合しているという事実です。ご承知の通り、中国は
一帯一路を2015年に出しました。そしてまたそれに対抗するような自由でオープンなインド太平洋戦略などを日本が出し、それからウルドネットワークもその後に抱きました。こちらもいずれもインフラ開発プロジェクトです。でこれらがいずれもグリーンでクリーンと呼ばれてはいますが、いずれにしてもどちらも 1.5 度C 目標には整合性がありません。ですので今後どうなってくるのか、こういったインフラ開発の競合がどんな影響をもたらしてくるのかを見ていかなければなりません。3つのシナリオが考えられます。まず1つ目が競合のグリッドロックシナリオです。つまりこれからもこういった競合が続くというシナリオ。2つ目がネットゼロに向けた連関図られるというシナリオです。新大統領の就任、バイデン大統領の就任によってこれも可能になってくるかもしれません。でもう一つのシナリオがネットゼロに向けての競争です。連携がうまくいかなかったとしても競争する形でネットゼロを追求する可能性があります。アメリカ、中国がネットゼロを目標とした場合にはこういったシナリオもあり得るかと思います。他のインプリケーションとしてはサプライチェーンの変容です。経済的な緊迫が米中間にあるということ、それから最近では新型コロナのパンデミックが起きました。それによりグローバルなサプライチェーンに影響が出ています。とてもその破壊的な意味での影響が出ているわけです。ですので関心が高まっているのがデカップリング、リショアリング、そしてリロケーティングというサプライチェーン上の変更です。その結果としてこの工業生産がアジア全土において変わってくる可能性があります。これはローカルなこの生産能力の重要性が高まる可能性がある。つまりエネルギー効率並びに脱炭素化がエネルギーシステムにとって重要になってくる可能性があります。ですので世界の地政学的な要素が非常に重要なことであります。それが特にアジアの状況について言えるでしょう。でいくつかの分野を地域共同もしくは地域戦略の領域として可能な候補を挙げてみます。エネルギーシステム、そして土地利用、双方にまたがるものです。エネルギーシステムという観点から言いますと領域としてはデマンドサイド、サプライサイド双方にあり得ます。供給サイドで見ますとエネルギーの互換性、アジアのパワーグリッドの連結性、それから分散型の再エネシステム、こちらは需要サイドにもかかってきます。それからネガティブエミッションのイニシアチブもあります。こちらも土地利用、それからまた供給サイドにまたがっています。それからまた農業もしくは林業の変容、これもアジアでのネットゼロ実現には重要です。こちら私の最後のスライドです。でこちらが私からのメッセージなんですが、重要なのは新型コロナのリカバリーパッケージをグリーンなものに変えていくということ。それによって公共の資本、失礼しました、民間の資本を刺激し、ネットゼロに向けてエネルギー投資を増やしていく。そしてまた地政学的なダイナミズムの変化が大きな影響を持つ。したがって地域の協力戦略においてさまざまな重要性を監視推進していく必要があります。また今般のパンデミックにより
社会や技術の変化が起きてくる必要がある。それがネットゼロをアジアで進めていく土台となるということです。気候並びに地域戦略においては、こういった要素を勘案しながら、さまざまな開発目的、並びに課題に対処していく必要があります。これで私のプレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。田村先生、ありがとうございました。次は、ジャン・ケジュン先生です。エネルギー研究所の上級研究員でいらっしゃいます。エネルギー・気候変動の緩和、大気汚染防止の政策評価などを専門としていらっしゃいます。そしていくつかの IPCC のレポートも、書いていらっしゃいます。そして今日のレポート、プレゼンテーションでありますけれども、共に 1.5 度ターゲットに向かうというものです。よろしくお願いします。では、面が大丈夫ですね。ご覧になれますか？見えますか？見えますか？始めていいですか？はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。貝沼先生、ありがとうございます。非常に懐かしい顔をお会いできて嬉しいです。中国の将来について考えていますけれども、この気候温暖化について考えるのがいい機会だと思います。それでは。これは、これは 1.5 度温暖化の特別レポートで使っていますけれども、こちらは世界的にここでやりたいということですね。2050年あるいは2060年の間でこのネットゼロを達成するということです。つまりこちらが進む道であります。そしていいニュースですが、一部いいニュースはどうしちゃったんだろう。EU、カナダ、中国、日本、韓国、南アフリカ、それから多分アメリカが間もなく戻ってくるでしょう。このカーボンニュートラルの2050年までのターゲットに戻ってくると思います。中国2060年でありますけれども、こういったラインとなっています。そしてどうしちゃったんでしょう。つまりもうすでに 1.5 度に向かうまであと半分のところまで来たということですね。今は、世界の中で 65% 以上がこのカーボンニュートラルをやろうとしています。これはいいニュースです。そしてこれはいろんなことを変えます。そして、すべての国がカーボンニュートラルを目指しているということです。そうしますと、将来的のエネルギーですとか、あるいは製造が、このゼロエミッションのテクノロジーを採用していくということです。そのため、多くのターゲットがローカーボンニュートラルをターゲットにしています。これもいいニュースです。というのは製造業は非常に大きな部分を占めるからです。そしてもしこちらの方に行くならば、他の国々もやはり一緒にそのカーボンニュートラルに向かうであろうと思います。そしてそうしますとこんな風になってほしいと思います。そして中国で何度もプレゼンやっていますけれども、特にその、去年の ISAP のミーティングの前ですね、中国はこの点で非常にいい取り組みをしています。これが2050年です。MCS のターゲットです。もちろん今、これを提案していますけれども、中国は2060年までにそのカーボンニュートラルになるだろうというふうに言っています。ですから、おそらくこちら、
その 1.5 度の方をその世界ともに目指すということになります。それからこちらがいろいろやった調査で研究であります。私たちのモデルを使いまして一緒にそのIGESのチームと一緒にやりました。例えばこれ、これは第一次エネルギーの需要ですけれども、これは2度ですね。これはそのバイオマスが発生しているということが成功であります。つまりエネルギーシステムがカーボンニュートラルになるということです。それからこれがその発電の方であります。これがバイオマスです。そしてこちらは発電セクターの CO2 の排出、こちらが下がってきています。まあ、このような形で他のセクターたちにもその電気を使うセクターにもいろいろと促しています。そしてネットゼロのミッションを他のそのセクターでも達成できるだろうというふうに言っています。そしてまた中期的に私たちはその大気の支出を見ました。でこちらが WHO のスタンダードです。一方こちらの方は中国のスタンダードです。ということでその国民のスタンダードを2050年までに引き上げたいと考えています。ただ中国の PM2.5 は非常に高いです。そして私たちの研究とも合っています。その 1.5 度のターゲットもこちらに組み合わせていきます。そして本当にこれをやるならば、エネルギーからの排出、こちらの方がゼロに近くなっていけません。そして大気汚染物質 PM2.5、それから BOC というのも下げなくてはいけません。そして大気質の部分から非常に重要になってきます。それからもちろん SDGs に向かっても私たちは取り組んでいます。例えばこういったものは7や8というのはエネルギーの移行ですとかそういったものと非常に結びついています。そして私たちは取り組んでいまして、すべての17の SDGs の目標を達成できるようにしていきたいと考えています。で最近カーボンニュートラルというのはもはやそのミティゲーション軽減の問題ではないんじゃないかと、この経済の移行の問題なのではないかというふうに考えるようになってきました。ですから、経済の発展の全体に大きな影響を与えます。で、カーボンニュートラルというのも経済に基づいています。また、大きな問題は、そのエンドユースセクターの変化、移行であります。また、一部のセクターで新しい製造プロセスをやるということも非常に重要であります。で、中には非常に、その軽減するというのは非常に難しいものがあります。CO2 を軽減するのが難しくなります。それから温暖化ガスの軽減で削減でありますけれども、これが中国の GDP を増加させるかもしれません。そして EU が言っていましたけれども、カーボンニュートラルに2050年まで達成したいというふうに言っても、 EU の GDP は 2% 以上下がりました。そして中国でも同じようなデータがあります。つまり2060年までにそのカーボンニュートラルを達成するというのは、やはり中国でも大きな影響があるだろうということであります。そして中国の対外投資、こちらがその急速に増加することを求めていますが、もちろんカーボンニュートラルのターゲットと見合ったものにしたいと考えています。それから非常に大きな移行が一部のその産業セクターの中にあります。例えばアンモニア、鉄鋼、ベンジン、メンゼン、エチレン、メタノール、セメント、また重量車両や航空機を製造しているところ、こちらもやはり2050年までにカーボンニュートラルにならなくてはいけません。そして、例えば天然ガスベースのものを 100% プロセスしなくてはいけません。そして新しいテクノロジーの開発も必要になってきます。そしてそれによって2050年までにその実現をしていきます。
で、こちら、将来的なその水素の需要でありますけれども、こちら、メタノール、SN、アンモニア、鉄鋼、航空機、機関車、船、2050年までに、その水素の需要をもっと増やしたいと考えています。また非常に重要なこと、中国で今起きているなんですけれども、面白いんですね。今、中国の経済、コスト、こちらが、大体その沿岸部にありますよね。沿岸部です。ですから、ここは非常にその、みんな豊かです。しかし、今後ですね、カーボンニュートラル経済になりますと、経済のブームというのが、他のところに行ってしまうかもしれない。もっと安いソーラーパワー、太陽光を使うところに行くかもしれません。というのは安い太陽光の手に入れることができましたら、例えば鉄鋼も、カーボンニュートラルになるかもしれません。そうしますと、例えばこういった場所ですとか、こういった地域の方に中心地が行くかもしれません。もちろんその、輸送がいくらになるかということはあります。こちらの方がその需要センターではあるからなんですけれども、ただ新しい考え方となると思います。将来のその経済の移行というのは中国のカーボンニュートラルの、その2060年までの間に非常に重要な点になるかもしれないということです。しかし今のところ中国は非常によくやっています。これが、その太陽光のキャパシティ。これは2013年ですね。今2020年でありますけれども、大体その中国では2倍になりました。ですから、下がその2012年、それからその後13年で2倍になっています。太陽光では非常に増えています。それから2019年でありますけれども、今中国はこうなりました。ということで、非常に他の国よりも先んじています。で、他のところなどは中国の半分になっています。そして中国はさらに今後5年間で、毎年ですね、70ギガバイトを増やしていくと言っています。ですから2011年から非常に大きく増やしていきます。それから風力もやっぱり増やしていきます。100ギガにしたいと考えています。計画です。で、今これが進行中です。一方、重要、やはり130ギガワットであります。それは風力と太陽光を合わせてです。それから原子力の需要もあります。で、テクノロジーは非常に急速に進んでいます。これは高級バスです。この1回のチャージで100キロ、800キロ進むことができます。それから、対外投資でありますけれども、これも中国は非常に増加しています。2016年、こちらがピークに達しました。しかし今後、おそらく、その投資は非常に増えるだろうと、対外投資はとても増える。そして、それもカーボンニュートラルにしたいと考えています。それから最後に、これが、この GDP の研究であります。以上です。そして、この結論でありますけれども、2020年以降はカーボンプライシングが必要ない。でも CCS と BEX にはお金が必要であるということです。以上です。ありがとうございました。次のスピーカーはナブロス・デュバーシュ教授、政策研究センターインドの方です。国内、そしてインド国内、そしてグローバルに気候変動や大気質、エネルギー、そして水の議論に積極的にこの25年関わってまいりました。また IPCC の統括執筆責任者、そしてユネップギャップレポートの運営員でもあります。発表のタイトルはインドの排出とエネルギーの未来です。ではデュバシュ先生お願いいたします。ご紹介ありがとうございます。そして IGS の皆様ご招待いただきありがとうございます。スクリーンを共有させてください。ご覧いただけるかどうかお知らせいただけると助かります。
改めましてありがとうございます。このパネルに参加できてとても光栄に思います。またこの後の議論も楽しみにしています。いただいた時間で私の方からはインドの排出、それからエネルギーの未来ということでお話をさせていただきます。3つことお話ししたいと思います。まずどういうエネルギーの排出の未来を予測する課題ということで、それからネットゼロへの影響を考えてみたいと思います。というのも私たちはネットゼロを達成する方法を知っているようなつもりでも知ったからです。2つ目、インドのグリーンリカバリー、それからセルフリライアンス、自立型パッケージを振り返ってみたいと思います。そしてアイジェスの方々からいただいている提案についても見てみたいと思います。まずインドの課題は何なんでしょうか。このネットゼロを目指すと言っている中で何が課題なのか。上の表を見ていただきますと、インドはずっと低いその所得ベースから始めているわけです。他の国々、中国、ブラジル、ロシア、あるいはアメリカと比べても随分低いところからスタートしています。で、これは それぞれの所得の配分がどうなっているのかを表しています。 85% ほどのインド人は実は 50% 未満のところにいるわけです。つまりまだまだ貧しいインド人が多いということを表しています。ですので、やはり開発、発展というのがアジェンダのトップに来るわけです。そして人口動態を見ますと、毎年1000万の雇用を新たに作り出していかなければなりません。つまり開発と雇用創出がすごくたくさん起こるわけです。そして田村さんが示されたのとよく似たグラフが下にありますが、91年から2017年までのものを表していますけれども、1人当たりの GDP、それからエネルギーの1人当たりのものです。インドはと言いますと、開発がゆっくりでした。他の国々と比べますと、なかなか進みませんでした。その結果、GDP 並びにエネルギー利用が低いのです。1人当たりのものがそれぞれ低い。その結果、想定は1人当たりのエネルギー利用はもっと増やしていかなければならないだろうと、そうでなければ私たちの開発ニーズは満たせない、低炭素でそれができるかどうかというのが次の疑問になりますが、しかしインドがエネルギー利用を今1人当たりで増やしていかないで開発は進まないだろうというふうに思われます。ではどれぐらいのエネルギーでどれぐらいの炭素を排出することになるのかが問題です。さてこちらは国内、それからグローバルなモデルでインドの2050年のエネルギー使用状況を見ております。かなり後半にばらついています。この点ですけれども、それぞれがいろいろな研究を表しています。2050年の GDP にしても、2050年の最終的なエネルギー消費量にしても、かなりばらつきがあります。ですので20エクサジュールに至るまでから 100以上に至るまでバラバラなわけです。となりますと、どれぐらいのエネルギーをインドは必要としているのか、それを想定するのが難しいわけです。なぜかといえば、これはどの国でもそうなんだと思いますけれども、しかし今現在その開発カーブの底辺にいる国の方がそうだと思います。というのも、今その工業化ですとか都市化のパターンですとか、それが大きく変わろうとしているからです。ですので、どういう方向に進むか、いくらでも自由に見ることができるわけです。インフラがある程度整っている、中国、そして先進国であればもう整ってしまっているわけですから、それほど大きくは変わりません。でもインドはでは大きく変わる可能性があります。ですので、その工業化、都市化のパターンによって我々の未来は大きく変わってくるはずです。ですので、エネルギーモデルを作るときに、私たちはエネルギーパラメーターについては話しますけれども、その底辺にある経済のパラメーターですとか、どういう産業が進むのか、どういう都市化になるのかといった、そうは
話されませんが、そちらのが大事なんです。もう一つグラフをお見せしたいと思います。こちらは、産業の最終エネルギー消費です。2050年の状況ですが、インドはこの下の方にあります。2018年の状況ですが、この一番左下、これが GDP 対最終エネルギー消費を表しています。で、この色がついている丸は、それぞれいろいろな調査、研究です。中国はこの辺にありますし、韓国はもっと上の方にあります。では、どういう道筋をインドはたどるでしょうか。このグラフから想定されるように、それぞれのモデルにはどういう道筋をたどるか想定が違いますし、どれぐらい早く2050年にたどり着くかも違います。このグリーンを見ますと、インド丸からですけれども、インドはかなり早く進むと、そして韓国の方向に向かっていくことを表しています。この茶色の方は中国の方に近づいていくだろうと見ています。産業用エネルギーですとか最終エネルギー消費、一人当たりで見ると中国に近くなるだろうというふうに想定しているわけです。つまりまだ不確実なわけです。となりますと、ネットゼロのターゲットをどう達成するかということも非常に考えるのは難しいわけです。ではインドの未来について何が今言えるでしょうか。こういう複雑な問題に取り組むために、私は同僚とともにモデリングをと言いますか、いろいろなモデルの解釈をしてみました。またこの点はそれぞれ違ったシナリオを表しております。これは2030年の排出、そして GDP の成長率が横軸に取られています。 6.5% から 8% の成長率まで見ております。で、スタートのところですが、2ギガトン、2つのギガトンの数字があります。これが2015年の状況です。で、2030年はと言いますと、この赤い線、これが NDC のターゲットです。33から 35% ぐらい減らすということですが、いろいろな研究がされていますが、NDC の線を超えてしまうだろうというものがありますが、古い政策に基づいた古い研究です。で、新しいものは NDC の線に沿ったものになっています。ですので、いろいろなこのモデリングによりますと NDC ターゲットを達成するだろうと。ただインドの排出は2030年までは増え続けると。しかし中国の2000年から2015年までのその排出量の増加ほどではないと。ですので、私たちも排出は増やすだろうけど、それほど急速ではないという想定になっています。そして新しいモデリング研究が今行われております。いつネットゼロを達成することができるのか、それに関する研究が行われています。とはいえ、インドの研究とグローバルな研究では随分違いがあります。細かいことは今ここでは申し上げませんが、でもモデリングの結果がばらついていることはわかると思います。となりますと、これはネットゼロにとってどういう意味合いを持つのか。まず第一点は、経済が急速に変わっている中では、エネルギー、それから排出の見通しというのは非常に難しい、立てるのは難しい、何が起こるのかわからない、構造的な変化もありますし、しかも非常に低いところから始まるわけですから、想定がしにくいわけです。ではネットゼロターゲット、そういう中でネットゼロターゲットを立てること、そしてそれが開発にどういう意味合いを持つかは非常に考えるのは難しいわけです。ネットゼロターゲットを立てる方がより良い方向に早く進めるんでしょうか。もちろん、プラスに働くところはあるでしょう。こういう選択をした方がいいのか、しない方がいいのか、ネットゼロを目指すんだったらと考えることはできます。とはいえ、将来的なネットゼロターゲット、2060年に向けて中国はターゲットを設定してますが、バックキャストをして今何をするかを見ていくことはとても難しいのです。そして政治的にあまりそれは注目されません。やはり政治を巻き込むんであれば、長期的なゴールよりも短期的なゴールを立てる方がいいわけです。例えばその大気汚染、インドでもそれは大きな問題です。ですので、例えば大気汚染という面を押していけば、ネットゼロを歌うよりも変革をもたらす可能性があります。それから開発の高ベネフィットを歌う方が、いろいろなシフトを引き起こすことができると思います。例えばその都市での渋滞ですとか、エネルギー安全保障、大気汚染といったものです。
だからといって私たちはネットゼロのターゲットを立てないというわけではありません。もっと現実的に、他に具体的なものを示す方が、インドのような民主国ではサポートを得やすいと考えるのです。で、今あるチャンスですが、これをチャンスとして捉えなければなりませんが、やはり、今、ロックインをしないことです。例えばその産業化パターンですとか、都市化ですとか、あるいはその、まあ、新型コロナの時に見られたような家から働くといったそういう行動変化といったものをロックインはしないと、結果的に炭素排出量が高い未来になってしまわないようにロックインはしないようにすることです。ではインドの回復パッケージ、復興パッケージはどれくらいグリーンに貢献するんでしょうか。パッケージ全体としては GDP の 10% となっていますが、おそらくいろいろな研究によりますと、これはちょっと高すぎると、むしろ 2% 程度だろうと、特に中央銀行のアクションを、あるいはすでに行われている措置などを取り除けばという話です。GDP の 2% ぐらいが現実的なところだろうと言われます。では、大きなアイテムとしてはどんなものがあるでしょうか、支出の面で。まず一つは、このグレーのところ、貧困世帯に対して LPG の缶を3個無料で提供すると。カーボンポジティブになってしまいます。バイオマスにとって変わるから。でもローカルにはプラスをもたらします。2つ目、一連のパッケージで石炭から離れるところにあります。そして3つ目が電力会社に向けてのリクイディティの注入です。今債務負荷がかかってますので、それからプランテーションの植林といったところにもお金を入れます。他にもいろいろあります。ここでは細かくは申し上げません。長いリストになりますので、しかしこういう他の措置というのは定量化するのが難しいというのも、まだそれに関連する財政措置がないからです。一つだけ申し上げたいと思います。再生可能エネルギーに関するものです。それからその他、再生可能エネルギー関連のものです。インド政府は石炭とともに再エネも推進しています。再エネの方が石炭の措置よりもたくさん取られるでしょう。石炭関連のものはそれほど効果はないかもしれませんが、しかし今パッケージの中にこれも含まれています。最後から2枚目のスライドとなります。ではこのグリーンリカバリーパッケージから何がわかるか、規模はと言いますと実際に見るとかなり小さい。それから財政的な圧力もインドではかかっています。また保護という面にかなりフォーカスが当てられています。特に流動性の注入を中小企業、零細企業、それから農村に入れるということになっています。それから緊急、特に飢餓に見舞われている人たちに食料、穀物などを提供すると。それから一部石炭に対するサポートもあります。再エネだけではありません。そして長期的な構造変化もありますが、まだ十分やっていないところもあります。例えばその古い石炭火力発電所のフェーズアウト、インドの農村部の雇用保障に大きなお金が入れられましたが、それをクライメートリジリエンスに向けることを考えなければなりません。また農業のシステムについても考えていかなければなりません。今現在農村の人たちの方がシフトの影響を受ける可能性があるからです。では IGES のプロポーザル、提案について少し見てみたいと思います。まず第1点、プレゼンテーション田村さんがなされたものですが、気候を開発の中に織り込んでいくだけでは十分ではありません。でもこれは必要なことです。そして短期的にはもしかしたら政策変更
につながるかもしれません。抽象的なネットゼロターゲットを設定するよりもいいと思います。時間がないというのは分かりましたが、ちょっともう少しだけお時間を許しください。回復パッケージ、復興パッケージでは雇用に焦点を当てて、そして構造変化でグリーンな雇用を生み出すものに焦点を当てなければなりません。石炭のプロモーションはあまり大きな成果は生まないだろうと思います。マーケットの力があるからです。それからエネルギーの相互接続、アジアにおいては協力が必要です。大気汚染、それからローカーボンの工業プロセスというところで連携ができると思います。そして再エネを21世紀型の都市化にのビジョンに統合していかなければなりません。それからグローバルのコミットメントのためには、もっと柔軟性に富んだコンセプトが必要です。野心的なギャップも見るけれども、その実施のギャップにも目を向けなければなりません。何をやるか、言うかではなくやるかというところを強調することが必要だと思います。以上です。ありがとうございました。ドゥバッシュ先生、ありがとうございました。最後にプレゼンテーションをしてくださるのはリザルディ・ボア教授です。先生はボゴール農業大学東南アジア大洋州における気候リスク機械管理センター所長をしていらっしゃいます。ボア教授は温室効果ガス緩和戦略と気候変動の適用に関する問題に98年から取り組んでいらっしゃいます。加えてさまざまな研究を低炭素開発に向けた政策に関してやってらっしゃいます。演題はアジアを変えるゼロエミッションに向けたグリーンリカバリーの課題と機会ということでお願いしております。それではボア先生、お願いいたします。ありがとうございます。貝沼先生、ありがとうございます。皆様こんにちは。それではプレゼンテーションをさせていただきます。アジアを変えるゼロエミッションに向けたグリーンリカバリーの課題と機会ということでお話を差し上げます。インドネシアを中心にアジア諸国のことについてお話を差し上げます。 ASEAN 諸国というのはグローバルな温室効果ガス排出の 3.5% であります。それからまた今後さらに増えてくるでしょう。強い政策がなければ、もしくは大きな変化がない限りかなり増えてしまうと思います。一方 ASEAN 諸国においては、右側の図にもありますように、この排出が非常に多いです。人口の増加に、人口が多いために多いということもありますが、排出源としては森林が非常に大きな役割を果たしています。で、他にはエネルギーセクターなどが排出源となっています。国ごとの NDC、 インドネシアの状況に関してみますと、 1.5 度目標は非常に難しい。また目標も野心的なものであります。特にエネルギーセクター、こちらの NDC の目標が現状こちらになっていますが、そして2度のターゲット、それからまたこちらが 1.5 度の目標のものとなっていますから、まだまだ不足しているということになります。またエネルギーセクターの排出のピークがいつになるかも分かりません。エネルギーセクターにおける政策のがその現状となっています。またエネルギーに関する政策介入がきちんとできれば、このエネルギーセクターでの変化が可能となってくるかもしれません。それからまた石炭の利用が減り、そしてエネルギー再エネが増えてくるということになれば、減ってくることができると思いますが、現状ではまだ無理となっています。また農業、林業という部分においても、
最終的には吸収源に変わっていく必要があります。エネルギーということに関して言うならば3つのシナリオが考えられます。詳細は割愛しますが、この3つのうちの3つ目が重要かなと思います。石炭を多少使うにしても排出に関しては新しいこの技術や CCS、 それからバイオマスエネルギーなどと組み合わせていくためです。1つ目のシナリオというのは再エネルギーを使っていくというものです。ただこの実施上にはいくつかの障壁があります。インドネシアの東部ジャワ、それからその他の地域においては難しい部分があります。二つ目、先ほども申し上げましたが再エネと CCS を組み合わせていくものです。そしてこの再エネプラスバイオマス、そして CSS、CCS を組み合わせていくというものです。3つ目は経済構造の変革を図るというものです。よりサービス主導型の経済に移っていくということ。音声が途切れています。森林その他の土地を見ていくと2050年に関しては林業農業の脱炭素化を進めてネットの吸収源にしていかなければいけません。でこのシナリオですとパリターゲットの2050年の目標を実現するということを狙っていますが、かなりの森林が減ってきました。一方でこの違法伐採などが減ってきました。森林の管理体制が強化されてきたためです。こちらの右のグラフに出ておりますのは排出からネットシンクに特に森林地域において転換していくことが可能です。そのためには森林の確固たる管理が必要であります。ですので大きな戦略としてはネットシンクにしていく可能性があると思います。そのためにはミックスファーミングシステム、もしくは泥炭の火災を防いでいく湿地農業の導入が必要となっています。この泥炭火災が排出の大きなインドネシアの原因になっていることをご承知の方もいらっしゃると思います。ですのでエコシステムにかなったアグロフォレストリーを進めていく、そうすることでこの泥炭火災を防ぎつつ湿地農業を改善していく可能性ができます。それからまた再植林を進めるための社会森林 CG プログラムを進めていく可能性があります。そういったプログラムはできていますが、実施という点においてはまだ目標に達せていません。コミットされた面積の中でまだ実現できていないところがあります。ただこのプログラムがうまくいけばエネルギーセキュリティ、エネルギー安全保障の点においても貢献できるところがあります。これまでのこの森林地域の政策においては農業の行うことが
難しかったわけですが、実際この森林地域においては探索農業が多いです。音声が切れています。コミュニティがこの森林地域の管理をできるようにすることによって、農業活動を探索以外で進めることができる。そしてアグロフォレストリー、もしくはミックストファーミングと呼ばれる方式に切り替えていくことができます。飼料とか、それからアグロフィッシャリー、農業と漁業を組み合わせる形などもできます。それから農業産品の収穫量を増やしていくことも重要です。そうすることで土地利用の必要な面積を減少させることができます。現在この農地の半分近くがパーム油のプランテーションになっています。ただこのパーム油のプランテーションに関しては制約、制限が加わられました。1900万ヘクタールまでになっています。パーム油のプランテーションの半分は小さな規模の人たちがほとんどです。それから地域の南部にはその森林があります。なので政府はそれについても政策を展開し、森林地域が民間地になることを防ぎ、コミュニティの所有にしようとしています。そうすることでコミュニティがその資源にアクセスできるようにしようとするものです。それに向けて政府も支援、また助成なども行っています。今申し上げた3つのこのエネルギー関連の施策が行われています。それがうまくいけば2050年までのこの 1.5 度目標も不可能ではないと思います。2つ目のシナリオ、これが先ほどお見せした2つ目のシナリオが一番可能性が高いのではないかと思います。2050年までに 1.5 度行うというものに関しては、その CCS と加えるものだと思います。今のところゼロエミッションということに関してはまだできない状況にありますが、音声が途切れています。それからまたこのエネルギーを作るという点において、石炭の割合を減らすために大きなこの発電パネルなどをオーストラリアの方からも提供していただいています。 ASEAN 諸国だけではなく、先ほども出ていましたが、まだそれについては議論が十分になされていないところです。で、今後の課題ということですが、エネルギーセクターの変容ということで考えますと、この化石燃料が安いということでの競合が起きています。またそれをエネルギーを届けるインフラ上の制約もあります。それからまた石炭をエネルギー源として残しておくというのも興味深い政策かと思います。というのも政府としてはそれらの資産を放置して座礁させたくないからです。中国の経験などもありますが、皆さんの意見も聞いてみたいと思います。再生可能エネルギーを増やしつつも、そういった部分を残すというやり方を中国はしました。それからバイオエネルギーの生産も非常に重要だと思います。バイオフェールやバイオマス、
これがうまく、ただこれに関しては森林伐採とも無関係ではないので気にしていく必要があります。それからまたその生産性の高い土地の使用の最適化を図っていく必要があります。加えて土地や森林の管理に関して投資や制度上の変更を加えていくということが必要になってきます。その土地の利用を最適化することによって土地が放棄されないようにしていかなければいけません。また都市化も進んでいます。なのでこの農業従事者の数が減り、そして都市化が進んでいるということから農業の生産性を高めていく必要があります。加えて樹木のプランテーションを進めていく、加速都市化させていく必要があります。音声が途切れています。政府が エコロジカルな指標を使っていく必要があります。その生態系のインジケーターを使うことによってこの地方政府に対するその財政支出の支援を行っていく必要があります。国際的DDD などが行われていますが、政府が地方政府や民間セクターと協力をして低炭素インフラへの投資が必要となります。それからこの環境保護のためのマルチパーミットの部分があります。つまりこの環境が保全できなかった場合にはこのペナルティが使われるわけですが、例えばカーボンストック多い時期、もしくは保全価値の高い部分に関してはそのやり方があるのではないかと思います。こういった政策に関し、ステークホルダーを参画し、そしてまた環境資金のため、環境資金をマネジメントするための公共サービスの省庁が必要となってくると思います。そして公共サービス省においてそういった統合的なやり方で政策を実施していかなければいけないと思います。またその実施ということに関しても ピートランドも含めて管理をしていく必要があります。より効果のある形で規制が新たに大統領によって署名されました。それにより企業の排出に上限が設けられることになります。この政策により低炭素技術などが普及することを願っています。またその再植林が進むことを願います。またマルチパーミット、この環境保護に関するマルチパーミットに関しても同様です。コミュニティはこれまでさまざまな活動をしてきましたが、
企業の活動ということになると、この許可が下りているものしか作れなくなっていますので、複数のパーミットを出すことによって生態系サービスをより恩恵を受けつつ、このコンセッション内のコミュニティもその便益に臆する状況を作っていく必要があります。これはまたこの生産性の低い土地利用を転換していく方向になると思います。他は先ほども申し上げたシナリオがありました。ネットゼロに向けて変更をアグリセクターで進めていくシナリオになるのではないかと思います。時間がなくなりましたので、私のプレゼンテーションは終わらせていただきます。ありがとうございました。リザリティ先生。それではディスカッションに入りたいと思います。多くのコメントをオーディエンスからいただいています。ありがとうございます。今時間の関係上、ほんの少しだけをたいと思います。まず最初、ネットゼロというのはカーボントレーディングあるいは CCS なしで達成できるでしょうかということです。では田村先生、いかがでしょうか。カーボントレー、まずカーボンキャプチャーの方、 CCS の方にお話したいと思います。確かに CCS というのは重要なテクノロジーだと思います。そしてネットゼロを達成するためにです。特に発展途上国にとってです。しかし日本では一番の大きな課題は戦略です。多くのアンケート、また調査などが行われていまして、その非常にリーズナブルなその貯蔵施設はどこかというふうに考えられています。しかし今のところまた非常に多くの、まあ、大量に貯蔵できるところです。それが大きな課題だと思います。日本にとりまして。ですから私が申し上げたいのは CCS というのは決して万能薬ではありません。ただこの業界セクターとしましては、その軽減が、排出の軽減がなかなか難しいところだけですね。例えば鉄鋼とかセメント、そういったところに使われます。これが私の答えです。ありがとうございます。リザルティさん、カーボンプライシングのことについておっしゃいました。カーボンプライシング、それからカーボントレーディングというのはちょっと違うかもしれませんけれども、やはり答えていただけますか。ネットゼロというものはカーボントレーディングなしで達成できるものかどうか。はい、カーボンプライシングに関しましては、国際的なカーボントレーディングを行っています。そして、ターゲットがあります。また政府は国際的なトレーニングを始めようとしています。代わりにその国際取引ではなく国内取引をしようとしています。ですから、国内用のクレジットが使われました。こうしたことを、またこうした政策で我々はやっているわけですけれども、こうした政策によってこの排出のコスト、排出者へのコスト、これは政府は一部の産業活動ですとか、例えば発電ですとか、このソースの方へと、その RE へとその負担を、また再エネの方に行こうとしています。またそのエネルギー製造システムをその計画で変えるかもしれません。ですからこのカーボンプライシングがいかにして変化をこの国内で引き起こすかということが注目されます。しかし国際的な取引で言いますと、それはインドネシアはそれを制限しようとしています。
ありがとうございます。非常に面白いですね。つまり、あなたは国内削減にも取り組んでいらっしゃるということですね。それでは、そして、国外のそのトレーディングに頼ろうとはしないということですね。次の質問は、岩下先生です。一部の国ではネットゼロというのは、もう全く達成できないスローガンに過ぎず、とてもじゃないけれども、きちんとした政策とは思えないというふうに思うんですけれども、ではないかということなんですけれども、いかがでしょうか。こちら、あなたに向けられています。岩下先生。ありがとうございます。これはもう単にその夢のようなスローガンなのか、あるいは本当にちゃんとした政策なのかということです。このように答えましょう。我々はみんなネットゼロを求めています。見たいと思っています。で、問題はそれを最善にその達成する方法であります。あるいはネットゼロを周期的にできるだけ一生懸命やって、そして多くのその政治的なその課題になっているところ、例えば都市化ですとか、あるいはローカボンプロセスを進めないところとか、あるいは新しいエネルギーを進めるところでやるかということです。ですから、ネットゼロというターゲットを仮に設定しましても、それがそのやり方としましては私たちは分かっていないということです。そして、例えばその官僚ですとか、あるいは投資家ですとか、あるいはそれ以外の人たち、彼らがを突き動かすのは、例えばその公共交通輸送などをするということであります。そしてこういったものはその短期的な決定であります。ですからネットゼロというのはバックグラウンドのコンテクストとしてはいいんですけれども、問題はローカーボンをどうやって開発に結びつけるのか、どうやって開発を本当にローカーボンにするのか、それはセクターごとにやっていくわけです。そしてそれをカーボンターボケットに向けてその積み上げていくわけなんですけれども、そういった要素というのが一番のその喫緊の懸念となります。そして一体どういう意味があるのかということなんですけども、インドではじゃあローカーボンでどうやって開発、発展をその実現するかということであります。ということで答えになるでしょうか。ありがとうございます。非常にクリアになりました。それから3つ目の質問、チャン・ケジュン先生です。そして質問は、航空また船舶がネットゼロ排出に行くような可能性はあるかということです。はい。その調査も行いました。この2050年のそのシナリオでありますけれども、これはカーボンゼロに行くということなんですけれども、これはその航空機でもやるということです。航空機。その50隻以上はハイドロジンベース、水素ベースになります。で、リサーチをやりました。で、スケジュールを立てていきます。そして、半分のその大型航空機はバイオジェットフュールを使います。そして、もう少し小型機になりますと、50隻以上は、バッテリーになります。これは私たち の, その航空機の計画です。船でも同じような感じです。船の場合、例えば5000トン以上、タンカー、また船。でこちら水素の燃料燃料使います。それからそれ以外というふうになります。ありがとうございました。エアバスもやはり発表しましたね。2035年までに水素航空機を導入すると言っていました。ですから、もしかしたらネットゼロを航空機、それから船舶のセクターでも達成できるかもしれません。では、IGESベルベリー、フューチャー。近い将来、田村さん、それから、同僚がネットゼロアジアというレポートを
出します。そしてこの報告書では、非常に大きく懸念していますのがコラボレーションということです。ですから、もう一つ聞きたいことがあります。皆さんに伺いたいんですが、コラボレーションの可能性です。どのようなコラボレーションがグリーンリカバリーの達成に必要か。例えば地域的な戦略、もうすでにいろいろパワーポイントを出しましたけれども、そしてコラボレーションについて書きましたけれども、いかがでしょうか。まあ、皆様の中にはすでにそれに触れたり、あるいはコラボレーションの可能性について触れた方もいますけれども、もう少し詳しくこのコラボレーションについてご説明いただけますでしょうか。ではジャン・ケジュン先生。そのことについては考えました。コラボレーションは非常に重要だと思います。アジアは非常に大きな家族です。そして一緒にカーボンニュートラルを実現します。そして私のプレゼンの中でも CO2 の削減というのはもうもはや緩和の問題ではなく、これはテクノロジー、それから経済の問題であると。ですから、もしより良い将来になりたければ、我々は一緒に活動せざるを得ません。で、日本は多くのテクノロジーがあります。中国がそれに追いついています。そして、再化テクノロジーもやっています。インドも非常に大きなプレイヤーであります。政府も、またテクノロジーという点もです。ですから、一緒に協力をできれば、そして排出をその森林ですとか、まあ、インドネシア検討できれば一緒にいろんな点でコラボレーションできると思います。そしてもう全てのアジアの国々のためにその一つの道筋をつけることができます。我々は一つの家族です。そして気候変動のそのコラボレーションというのは一つの家族としてまとまる非常にいいきっかけだと思います。ぜひこの点で協力したいと思いますし、また家族として非常に良い、すべてのアジアの国にとっていい将来にしたいと思っています。ジャン先生ありがとうございます。ではルバシュ先生にも同じことを聞きたいと思います。将来的なアジアにおける連携、協働について、コラボレーションについていかがでしょうか。はい、ありがとうございます。協力というのは不可欠だと思います。というのもこの課題があまりにも大きいからです。でもどこでやっていくか、注意深く考えなければなりません。ケジュン先生は中国がどれぐらい海外に投資をするかという話をされてたと思います。ローカーボン、ハイカーボンではなくローカーボンの方向にそのお金が投じられることが必要です。テクノロジーということで言いますと、ローカーボン産業で、特に重工業でのローカーボンでの技術協力というのは本当に意味があると思います。また別の分野で見てみますと、都市化、どうやって再生可能エネルギーへの移行をその都市化で果たしていくのかと、21世紀型のグリーンシティをどうやって作っていくのか、公共交通機関にどうやってそのそういうエネルギーを入れるのか、まだ都市化がそれほど進んでないインドですので、まだ 35% しか都市化が進んでなくて、これから20年で 50% を目指していくので、都市化というのも大きな分野になると思います。そして3つ目の分野として挙げたいのが大気汚染です。中国もインドも共通している問題です。この面ではインドの方が中国を追い越してしまいました。それを望んだわけではありませんが、残念ながら追い越してしまいました。ですので他のアジアの大都市も同じ問題を抱えているんじゃないかと思います。ですのでこの3つの分野でその連携コラボレーションができると思います。電気ということで言いますと、アジアの電気グリッドということで言いますとちょっと心配しています。というのもセキュリティの問題もあるからです。非常に強い地政学的な協力がなければできません。
そうでなければ国同士お互いにその電気グリッドを作ろうということでオープンにはならないと思います。残念ながら我々の地域ではいろいろ緊張関係があります。これまでにないほど高まっております。これは地政学的な大きな問題です。そういう緊張関係が間もなく収まっていくことを願っております。そしてお互いに信頼し合って、そしてお互いにその電力を融通し合えるようになればと思います。はい、ありがとうございます。リバース先生、リザルディ先生、アセアンあるいはアジアの地域のコラボレーションについてはどのようにお考えでしょうか。他の方々もたくさんのポイントをおっしゃってました。技術能力、電力の交流、それからもう一つ、もう追加で申し上げたいと思いますが、農業生産物、中国インドネシアとの間でも、例えばそのパーム油といったものもあると思います。農業製品のやり取りです。農業コモディティへの基準などもありますので、その持続可能な生産システムに向かっていくことが必要だと思います。インセンティブを提供するということも必要だと思います。地域の中でのインセンティブです。どうすれば農業生産のあり方を変えることができるのか。ですので、その一点だけを加えたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。プレゼンテーション、それからコメントをありがとうございます。では最後にまとめに入りたいと思います。私たちはどうすれば2つのゴールでありますパンデミックからの復興と気候変動対応を達成することができるかというテーマを取り上げました。そして皆様いろいろなプレゼンをしていただき、いろいろな問題点も指摘してくださいました。リザルディさんもおっしゃった通り、投資、雇用創出、経済の復興、それから発展、それから産業セクターでの削減、それから水素の利用、それから PV の利用、それから農業や森林でのその吸収源としての役割、こういうのもとても重要な要素になってくると思います。ネットゼロを目指すのであれば、でオプションもたくさんあるということですが、同時にチャンスもたくさんあります。そして同時に不確実性もたくさんあると、どうやって実現するのかという点では見えないところもたくさんあります。もっと明確なネットゼロアジアのイメージを提示する必要があると、どういう課題があってどういうチャンスがあるのか、それをもっと明確に示すことが必要です。で、全ての人が関わった上でネットゼロを達成していくことが求められます。ネットゼロを達成できるかどうかというのは、まず排出削減にどれぐらい素早く取り掛かれるかにかかっています。今から始めなければなりません。というのも排出です。温室効果ガスの排出はもうすでに大気中にもたくさん溜まってしまっております。まずはその量を安定させて、そこから今度削減していかなければ、厳しい、気候インパクトというのが起こってしまいます。本日の話し合いが、これから先のグリーン復興に資することになればと願っています。本日はアジアに焦点を当てましたが、明日はヨーロッパに焦点を当てて同じテーマを取り上げます。テーマ別トラック13になります。日本時間4時半から6時まで、グリーン復興、今度はヨーロッパでということで話し合いをすることになっております。皆様またぜひ明日もご参加ください。
そして最後になりますが、スクリーン上にもしかしたらもうすでに出ているかもしれませんが、ご参加の皆様にぜひともアンケート調査にご協力いただければと思います。セッションをご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。ぜひとも2分で終わりますので、フィードバックをいただければ助かります。皆様のコメントは私たちにとって大変貴重なもので、これから先のイベントをより良いものにしていくためにぜひともご意見をお聞かせください。改めましてご参加の皆様、本当にありがとうございました。